シリアの聖エフレムの遺恨シリアの聖エフレムの祝文は、シリアのエフレムによる、聖教会の王時において唱えられる、祈祷文。単に、聖エフレムの祝文とも呼ばれる。各方針例の最後に2回ずつ唱えられるほか、抗議党においてのみならず、死議党においても唱えられる。委託医の心に満ちた祈祷として、王時期間に唱えられることが、聖教会で奨励される。 大敗一時と書かれているところで、十字を描き、地に伏す、副敗を行う。勝敗と書かれているところでは、十字を描き、腰を曲げる礼をする。以下、祈祷書から引用したが、一部、漢字を新字体に置き換えたり、ルビを現代金遣いにしたり省略したりした箇所がある。また、苦闘店は参加祭行によっている。手話が生命の主催を、タイだと、ウレイモンと、 金庫と、ソラダンの女王我に与うるなかれ。大敗一時低層と、謙遜と、忍耐と、愛の女王我が汝の僕に与えたまえ。大敗一時アあシ王よ、我に我が罪を見、我が兄弟を犠せざるをまえ、二汝は、生生にあがめ三メラル。アミン大敗一時また勝敗すること十二時、毎時称して曰く、神よ、我が罪人を清めたまえ。 あと祭前文を称す、主我が生命の主宰を、タイダと、ウレモンと、金庫と、ソラダンの女王我にともえるなかれ。低層と、謙遜と、忍耐と、愛の女王我が汝の僕に与えたまえ。ああ主よよ、我に我が罪を見、我が兄弟を犠せざるをまえ、二汝は、生々にあがめ褒めらる。アミン。 正規当初75ページから77ページ、日本ハリストス政教会教団府主教長、平成3年4月再販、大時第一週法事式略では、金庫の部分は、両画と訳されている。ギリシャ語、ロイオタイプシロンカッパアルファイオタデルタ、シグマパイタウアルファータウイータゼータオメガミューウプシロン、パイニューイプシロンミューアルファーアルファーローガンマアルファー、 パイプシロンローよタイプシロンローガンマアルファ、ファイオタラムダアルファローカイアルファ、カッパアルファヨタアルファローガンマラムダガンマ、アルファミューイタミューヨタデルタオメガ。パイニュイプシロン、ミューアルファデルタイプシロンシグマオメガファイローシグマ、ニューイータ、タウアルファパイプシロニオタニューファイローシグマ、ニューイータ、ウプシロンパイミューニュー、カッパアルファヨタアルファガンマパイイタカイ、ローオタシグマイプシロンミュー、 イオタタウオメガシグマオメガデルタラムダオメガ。アルファイオタロイオタイプシロン、アルファシグマイオタラムダイプシロン、デルタロイイタシグマアルファミュイオタタウ、ウプシロンローニュータウアルファイプシロンミュウパイタウアルファシグマミュアルファタウアルファ。カッパアルファイオタミュイタカッパアルファタウアルファ、カッパローニューイプシロンイタニュータウ、ニューアルファイプシロンイオタニュータウ、ニュアルファデルタイプシロンラムダファイニュミュウウプシロン。 タウヨタイプシロンウプシロンラムダガンマイタタウ、イプシロンイオタイプシロンイオタタウプシロン、アルファイオタニューアルファータウオメガニューアルファイオタ、ニューオメガニュー、ミューニュー、パイローシグマイプシロンウプシロンカイタウ、ウプシロンアルファガンマウプシロンファイローアルファ、ミュータウプシロンシグマロウプシロン、ニュータウヨタアルファイオタロウイプシロンタウイオタカッパ、ニューガンマカッパラムダパイヨタニュー以上の、気等分には、 神よ、我が罪人を清めたまえ。以降は含まれていない。教会スラブ語、ぜえ、ぜえ、ぜえ。RU、プロボスラビ、RU 以上の祈祷文には、神よ、我が罪人を清めたまえは含まれているが、最後の繰り返し部分は含まれていない。英語、オーロードマスター・オブ・マイ・ライフ、テイクフロムミ m me the spirit of the s l o t ッドネスラストオブパワー アンドアイドルトーク、バットギブラザーザスピリットオブチャスティティ、ヒューミリティ、ペーシェンス、アンドラブツーザイサーバント、イェ、オーロードアンド。キング、グラントミーツーシーマヨーンエラース、アンドノットツージャッジマイブラザー、フォーザウアートブレッシドアントゥーエイジズオブエイジズ、アーメン、ザレンテンプレイヤーオブストリートエフラムザシリアン、ストリート、ルーク、エスオーソドックスミッション以上の祈祷文には、神よ、 我が罪人を清めた前、以降は含まれていない。聖教会において、聖フレムの祝文は、人の霊を目覚めさせ、人間性を回復させ、生活を精神的に向上させるものであると、評価されている。聖教会の王時期間の平日に唱えられる。ただ厳密に言えば、王時に入る、シャツミの晩火より前に設定されている、王時準備習慣である。 歓楽週間火曜日晩化にはすでに唱えられ始める。聖堂での祈りにおいては、受難週間聖大水曜日の先、備え聖体礼儀まで唱えられる。その後は、聖堂では唱えられなくなるが、脂質での祈祷においては、受難週間聖大金曜日まで、聖エフレムの祝文を唱えるよう参加採行で、指示されている。ありがとうございます。